子供、欲しくない、半数超、ロート製薬調査で衝撃の結果が明らかに、という記事に対するネットの反応。ロート製薬が公表した白書2023年度版によると、18、29歳の未婚男女400人のうち、子供を欲しくないと回答した割合が55.2%に上り、4年目で初めて半数を超えた。ただし、一定数の人は子供を望まないものの、 授かれる可能性を残しておきたいと回答している。値上げはどんどんするのに大手企業以外はほとんど給料上がらないし生活は苦しくなるばかりで自分のこともどうなるかわからないのに子供なんて無理。欲しいと思ったことない。自分のことでいっぱいいっぱい。子供の代わりにペットを飼う人が増えたよね。代わりってわけではないと思う。今月も多くの食料品が値上げされたからね。日本人は半額のスーパーのパック寿司、外国人は7000円のインバウンドン。 世界一子供が好きな国民だったのになぜ子供嫌いになってしまったのか。わ、世界一それあなたの妄想じゃないの多数派に流されて産んでた人も多いでしょう。女にメリットないもんね自分暮らしていくので精一杯なんだわ。既婚だけど一人っ子でよかったよ。結婚しない子供産まないも正しいと思う。韓国でも子供欲しくない人が多くてペット飼う人が増えたらしいね。ペットは裏切らないもんで、ね。 子供たちは親の面倒を見たくなくて都会に逃げるのが多いのにね。ロート制約のアンケートに何回見あるん。孫疲れしてるじいさんばあさんも多いからね。自分の時間も金もなくなるよ保育士ですら子供を虐待する事件が多いんだからね。ジャニーみたいなのが多いから子供たちが危険だもんね。もう日本は下り坂だからね。絶対ごた体満足無障害の健康有料児なら産みたい。 でもそんな保証どこにもないから産むのためらう。そんな人たくさんいると思う。産みたい人は産んだらいいよ。でも虐待だけはするなよ。なんで老吐製薬がそんなこと調査するのこの国は没落していくから子供産んだらかわいそう。これは典型的な共産党員の意見。働け、子供産め、介護も自宅でできる限りやれ。納税しろ。年金制度無理だから投資しろ。日本政府ばっかみたい。自分の老後資金を考えるだけでいっぱい,いっぱいっぱい 子供にかけるお金なんてどうあがいてもない。今 FP の勉強してるけど子供の生活費、教育費があるとやっぱりなかなか資産がたまらない感じ。よく言うように子供が大学出てから定年までがため時だね。うちの親の世代は子供3人大学やって老後の資産もたっぷりある段階だけどやっぱり時代が良かったと言わざるを得ない。横だけど自分は老後とかあんま考えてないわ。老後に子供もいなく金だけあってもな。 若いうちの今どれだけ人生をうかするかの方が私は大事未婚に聞いたら当然そうだろうな特に30歳に近い人たちは結婚諦め組が多いよ児童手当も月1万とかだよね確かこんなはしたが根くばられたとこで子育てなんて誰もしたくないわ移民大国日本になれるほど法整備されてないのがな自由だなんだいった結果が何もできない自己中な人を大量に産んだだけ 別に子供いなくても納税者や労働者として優秀ならいいけどそういう人らに限って社会や組織のシステムにただ乗りしてるだけだし洗濯子なしで専業って人軽になぜか多いのよね単発で騒動する色黒の10歳ぐらいの男児って怖いですよね未婚に聞いたんかまず結婚はできそうなんまだ若いのに考えられんが正解周りは産んでる人いるならこんなところいないであなたも産んだらここでギャーギャー言ってる子もリアルではみんなおとなしいんだろうな 子供いないと所帯地みないからか勝手に一人扱いされるのもなんだかだわ。フルタイムでも私の稼ぎは生活費には関係ないのに。SF? 漫画見たく、優秀で問題ない受精卵を育てて、プロの家庭が育てて育たせるみたいなシステムが必要になってくるのかも。もう女はこれだから、お金にかなり余裕があるから産んだ。子供には学歴とか結婚とか、何も期待してないし望まない。将来は投資させたり不労所得もあるし、 労働って理不尽や無駄な人間関係とか、苦労多いからニートでも全然構わない。とにかく犯罪者になったり人に、迷惑かけたりさえしなければいい。おっさんががこういう記事の意見言うと、昔の女の苦労とか一切理解せずに物言ってるの丸わかりでやべえなって思う。何でもしてもらって偉そうに女性を下に置いてりゃそりゃ楽だわな。ネットでお互い理想が高くなったのもあるかもしれん。 年収高い女性ほど独身って言うけどあまり実感ないわ。普通に結婚出産してる人のが多いし、私のかかりつけ医も医者同士でクリニック経営してる。年収高い女性ほど独身というよりは独身だから年収高くないといけないって感じだと思う。自分の財力だけで生活していかないといけないから。田舎だからでは、統計では少ない。いや、普通に都会だけど。 それに国のデータじゃテスペの女性ほど独身だよ今は。こういう記事がさらに少子化を増長させていることに気づかんか子供欲しい人もたくさんいると思うんだよね。なんか今の時代だとそう簡単には、思うけど、プラスの話しないかな。将来的にすごいサラブレット化して優秀化劣悪化で事実上の身分戦になりそう。目薬の会社がなぜ、調査を自分の時間や老後の方が大事ペットで10分。お見合い結婚は偉大だった。 産んだら産んだでしつけはしっかりやってしまうしそこそこの国立大学を卒業してもらわないと認めない島は、まあ、子供にとって窮屈だろうから産まない方がいいわ。氷河期世代の地獄見て育ってるからな。現実的なんだろうねくにも信用できないし。子供を育てるのに向かいてない。収入が低い。オート恐怖でつわりに耐えられない。子供に咲く時間を夫婦で過ごす時間に当てたい。子供作るなら犬か猫買いたい。 子供が望み通りに育ってくれる確率なんて低いに決まってんだから家族内でも行き違いとか生じたらだるすぎるわ他人をスペックばかりで見る人だらけの息苦しい世間あらゆるものが衰退してるからななんでそんなとこに生まなきゃあかんのやもっと明るい国だったら話は別だわ土曜の朝からガルに張り付いてるの笑ってしまうこなしっていうより不妊様って感じどっちかというとただのも女でしょう 結婚しての選択こなしでもなさそうだし。よく子供が育ってからやっと自由になれるとか言ってるけどさ最初から産まなきゃ自由じゃんって思うんだけど W。吉田ね、か付き合いめんどくさい。PTA めんどくさい。ママともめんどくさい。子供。